だって獣の肉を取ってくるんだよ。この娘を元に戻す儀式が必要だからね。放っておくと人間じゃなくなっちまうよ。ゼルス。で、儀式に必要な肉は取ってこれたのかい？あ、これはな、下僕と言われる獣の肉だよ。しかし巫女にもなったって娘が。完全には解けていないよ。その紋章が背中にある限り。この獣の呪いを解く方法はないの？また塔に行くんだよ、ね、これが主。無事に戻ってこれるといいがね。